水道歴史館の学芸員金子と申します。本日は、東京都水道歴史館春の企画展東京近代水道の誕生という展覧会をご紹介いたします。今年は東京近代水道が誕生してから125周年ということで、記念すべき年ということで、こちらの展覧会を企画いたしました。それではこちらご案内してまいります。我々のいるこの東京の町、江戸時代から水道が引かれていたことは皆さんご存知かと思います。玉川上水と神田上水ですね。このような水道が、明治時代になってもしばらく使われることになるんですが、明治政府は、水道の近代化を進めなきゃいけないということで、外国人を招いていろいろ計画を立てさせます。最初の計画は明治7年に、ファン・ドールンというオランダ人の、技術者を招きまして計画を立てたんですね。これが一番最初の計画ということになるんですが、実はこれがなかなかよくできた計画だったんですけども、実際にこれが作るというのがなかなか実現しなかったんですね。なんでかっていうと明治政府にお金がなかったというのが一番大きな理由になります。その後も、いろいろな計画を立てるということは行われていたんですが、これがなかなか進まないということなんですね。ところが、明治19年に、都内でコレラが大発生するんですね。でコレラっていうのは水を介して感染するというのが、一つの特徴でございまして、それが、古い水道、木でできた水道管の江戸時代の水道をそのまま使っていたのが原因じゃないかと、みんなが、気にするようになっていくんですね。それで新しい水道を作らなきゃいけないという機運がどんどん進んでまいります。そのような中で、有名な渋沢栄一、たちが、一つの提案をします。東京水道会社というのを民営で作って、これで東京の水道を賄おうとするんですね。しかし政府の方は、水道という重要な施設ですので、お役所の方で効率で作りたいというふうに考えていたんですね。そこで会社で作りたいという意見が出たので政府の方も慌てて、いやちょっとそれは待ってくれというふうに申しまして、効率で実際には進める方向で進んでまいります。渋沢栄一はパーマーという外国人の方にお願いをして計画を立てていたんですね。渋沢はその計画を政府の方に提出しまして、これを、ぜひ使ってくれというふうに申します。政府もそれを受け入れまして、この計画を一つの下地にして、また新たに、東京水道の設計をするということになります。その中心になったのが、イギリス人のバルトンという人なんですが、このパーマーとバルトンの2つの計画をもとにして、東京水道の本格的な計画が、進められていくということになってまいります。東京水道の実際の建設につきましては、東京の市区改正委員会というところが主導していくことになります。市区改正委員会では、東京水道改良設計書というのを最終的に作りまして、これをもとに工事を進めることになります。この設計っていうのは浄水場を作ってそこから2か所の給水所というのがありまして、そこを介して市中に水を送るというものなんですが、最初はこの浄水場の場所っていうのが千駄ヶ谷に予定されてたんですね。ただこれが変更になります。この浄水場の場所を変えたのが、ここに写真がございますけども、中島英二博士という方になります。この中島さんは、ヨーロッパとかアメリカに留学して水道の研究をしていたんですね。ですが、東京でいよいよ本格的に水道を作るということになりまして呼び戻されまして、そこから新たに、バルトンとかパーマトン作った計画をもう一度練り直しまして、やっぱりヨドバシ、現在の都庁のあたりですね、
そのあたりに浄水場を作るのが一番いいという判断をしまして、実際の工事に、それを生かしていくということになります。こうして作られるのが淀橋浄水場ですね。ここに、絵とか写真とかいくつか、展示をしておりますが、淀橋なぜ作ったかと言いますと、そこが高台で地盤の安定した場所、なおかつ、東京の都内に水を送る上で非常に有利な場所だったんですね。それで、淀橋の場所が選ばれたということになります。この淀橋浄水場を中心に、東京水道を敷設していくということになりますが、江戸時代の水道を培ってポンプを使って水圧をかけて水を送るんですね。ですので、実際の水道管に鉄管を使う鉄の管ですね、というのが、近代水道の一つの大きな特徴になります。浄水場を作って、市内には鉄管を埋めてということで近代水道の工事が進んでまいります。最終的には明治31年の12月1日、この日に最初の水が都内に送られまして、いよいよ近代水道がスタートするということになるんですが、町中では実際には個々の家庭で水道を持っているというのは少なかったんですね。実際にはここに模型がございますけども、共用線というようなものが使われています。これは何軒かのお家で使うものでして、ここの横のところにレバーを差し込むと水が出るような構造になっています。こういうのをレバーの部分が鍵と呼ばれますが、それを持っている人たちだけがこういうのを使えるというような形で、共同で使うお家も当時はかなり多かったようですね。もちろんたくさん水を使うような学校とか工場、そういうところでは、水道メーターをつけた、水の量に応じた料金になってるんですが、こういう共用線なんかの場合は、基本的には1年いくらみたいな感じで、定量ではなくて、使いたい放題という形で、実際には使われております。近代水道の大きな特徴の一つとして水圧をかけて水を送るというのがあります。そこの利点を生かしたものっていうのが、こちらにございますけども、消火栓になりますね。江戸時代の水道の場合は、地下の井戸に水をためてますので、そこから汲み上げてバシャバシャ、消火のために水をかけるということをやっていたんですが、近代水道ですと水圧がかかってますので、こういう消火栓の口にホースをつければ水が消せると、そういう非常に利点があったんですね。実は近代水道を作る時にも、わざわざ新しい水道を作らなくてもいいんじゃないかと、そういう市民もたくさんいたそうですが、こういう消火にも役立つということを売りにして、市民の理解を得ていったということが伝えられております。こちらにありますのが、当時実際に、水道管として使われていた、鉄管になりますね。鋳鉄管ということで鋳物で作られた、溶かして流し込んで作った、水道管ですね。これ実はどちらも輸入品です。なんで輸入品なのかっていうと、当時は日本にはまだこういうものを作る技術が未熟だったというのが原因なんですが、実はそこで一つ大きなエピソードがございます。実は明治政府としてはやはり、殖産興業ということもありまして、国産の鉄管を使いたいというふうに考えたんですね。一方では国産品は当てにならないということで、東京の市の中でも非常に、議論で分かれておりました。実際には渋沢栄一なんかは輸入品を使えっていうふうな意見をしていたということもありまして、暴漢に襲われるような事件というのが実は発生もしたりしているんですが、最終的には当時は東京市ですけども、そちらの方では国産品を使おうということに最終決定をいたします。ただ実際にそれを請け負った会社というのがあるんですが、納期が間に合わない
というのと、あと実際納入されてみると非常に不良品が多かったということで、かなり使い物にならないものが実際には納品されてしまったんですね。それで政府というか市も慌てまして、もうこれはしょうがないんで輸入品を大量投入して賄おうということで、それまで敷設していたやつも取り替えるなんことなんかをして賄うような大騒ぎになりました。これ鉄管事件ということで、当時新聞市場でも賑わした大事件だったんですけども、まあそういうことで実際に使われている鉄管はかなり輸入品が主体だったんですね。ですのでね、ここにあるのもその輸入品ということになっております。東京の近代水道が最終的に市内全域に行き渡ったのは明治44年というふうに言われております。明治は45年までですので、本当に明治時代ずっとかかってようやく近代的な水道が市内全域に行き渡ったということになります。まあ、その間には様々な人がいろんな苦労を重ねて、新しい水道を作っていったということですので、まあ、今回の展示をご覧いただいて、そのあたりを少しだけでも感じていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。